チームです。はい。よろしく。お願いします。大丈夫です。って吹いてる時にも頭の中には3つ数えてください。Thank you.
こう欲しいって時にみんなね、曲が組みたりして、指揮者とコンタクトが取れてないのが伺えたので、なので、ずっと見てる必要はないし、なんだけど、見てるなと思ったら何が求めてるんだろうっていうのをキャッチしてあげるっていう、その余裕があるといいかなと思いました。ずっと楽譜にかじりついてるのはもったいないと思いました。はい、はい、で、あともう一個なんだけど、もうコンクールまでたくさんやってきて、だいぶこの曲に慣れてきちゃったって感じがあると思うんですけど、結構今の場面とか変拍子出てくるじゃないですか。で変拍子最初聴いた時ってもう、そこで5拍子かいみたいな、そこで4拍子だったのにいきなり3拍子入るかいみたいな、その驚きがあると思うの、変拍子の中には。なんで特に変拍子で1を持ってる人っていうのは、本来1、2、3、4に聞こえるところに1が来るので、違うんです、ちゃんとここは1なんですっていうのをちゃんと意思を持って1って言わないと4に聞こえちゃうっていうのがあります。4のところは4でいいの。でも同じ感じで1だったらもう違う、1っていう風に弾かないとお客さんあれわかんないね、たっちゃんの大丈夫かな。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあそこの拍子が変わったところの最初の音はしっかり1拍目だよっていうのを強調してください。低音打楽器ね、一般が持ってる人、はい、1って弾いて、はい、じゃあそろそろ時間なんでちょっと通したいと思います。はい、はい、
構めっちゃコンクール直前とかに先生に散々言われたところとかあるじゃないですか。そこがなんか若干体に感覚が残っているんだろうけど、でも多分意識はないんだろうなっていうところとかがこうちょいちょいあったので、もう一回自分がこうどう吹くのかどう吹きたいのかっていうのをよくおさらいしてやってほしいです。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。